宮城オルレの気仙沼唐桑コースです。この週末も仙台などから訪れたおよそ40人が2時間ほどかけてコースを歩き、豊かな自然を満喫していました。あ、でも、ね、この辺にもちょっと咲いてる感じが心地いい風と、あと風景とに癒されます。はい、空気、音、海の音、そういったものを満喫しながら歩くっていうのがね、やっぱりオルレのこうウォーキングの醍醐味ですよね。オルレは韓国チェジュ島発祥のトレッキングコースです。県内では宮城オルレとして2018年に始まり、これまでに5つのコースが整備されています。今年3月末時点で約6万2000人が訪れていますが、その多くが県内からで、特に海外からの誘客が課題となっています。コロナがあったんでね、ちょっとね、予想したぐらいではなかったんですけれども、まあ、コロナも明けたんで、これから巻き返してほしいなと思ってるんですけどもね。こうした中、県は去年、台湾で人気のトレイル、淡蘭古道と宮城オルレとの間で友情の道の協定を結び、相互交流に乗り出しました。先月、オルレコースがある県内の市町の市長、町長らが台湾に招待され、淡蘭古道を視察しました。セレモニーで馬をかたどった宮城オルレのシンボル、カンセがお披露目された後、地元の人たちと一緒にコースを歩きます。新平市にある総霊古道です。この辺りでは最も人気なトレッキングのコースです。淡蘭古道は台湾北東部の全長270キロにもなる無数の歴史ある道の総称で、18世紀以降さまざまな人が行き交う中で開発されていきました。今はその多くがトレイルコースとして整備され、人気のコースには台湾の内外から年間70万人以上が訪れます。急に道が険しくなってきました。ずっと上り坂です。大都市の台北から近く、ツアーも組まれていることから知名度も高く、誘客に成功しています。それぞれ共通点のある宮城オルレのコースとマッチングさせていて、海を望むこの総霊古道は気仙沼唐桑コースとマッチングしています。本物の牛だそうです。野生だそうです。台湾の皆さん方にぜひ台湾ではあまり見られない紅葉の季節だとか、気仙沼湾などでありますと荒々しい男性らしい海の姿だとかですね、とても魅力的なのかもしれません。同じような部分とやっぱり違うなという部分と、やはりある意味勉強になったかなというふうに思ってます。お互いの交流が進むことを期待しています。竹林が美しいパオマ古道、温泉街に近い場所にあり、大崎鳴子コースとマッチしています。Welcome to Taiwan. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。ありのままの自然もありながら、道がしっかりと整備されていることも
観光客に人気の理由です。トメコースとマッチしている断頭峡谷歩道は、ロープを伝って小川を渡るなど、アクティビティ感覚も味わえるほか、農村風景も楽しむことができ、ハイキングコースとしても人気です。お互いの良さっていうのはやっぱりあるって思うんですよ。お互いに理解をし合った上で交流を深められればいいな、そういうふうに思います。奥松島コースとマッチする金字飛古道は特に歴史の深いコースでした。今回の交流を通して台湾の人たちも宮城や宮城オルレに興味を持ってくれたようでした。这个是个很好的一个交流方式，也是一个互动的一个良好的一个基础。有机会我们想去参访一下。はい、してます。うん、知道。没有。でも、我ボイはまだわからない。因为办公室同仁就是云仙，他有去过，所以他有带这个回来送小孩。新型コロナの流行が落ち着き、今インバウンド需要が高まっています。人口は減ってますんで、我々の目標はその分交流人口を増やしていくという。台北に近い丹蘭古道と比べ、東京などの大都市からは離れた場所にある宮城オルレ。丹蘭古道との交流を通じてファンを獲得することで、県内への外国人の誘客促進が期待されます。これからますますその台湾との行き来が盛んになればいいのかなと思ってました。昨日も台湾の方々が家族で訪れてましてね。宮城オルレを通じて地域を活性化していけるか、今回の交流がそのきっかけの一つになるかもしれません。オレイ、加油。